どうも、ルイです。今回はですね、ストリートファイターデュエルやっていきたいと思います。新しいね、イベント、桜の剣ですかね。桜の拳。まぁ、ちょっとどちらか読み方わかんないんですけど、まぁ、こちらですね。こちらから、まぁ、イベント来てますよということで、やっていこうかなと。まあ、新ファイターの試練の領域ということでね、ファッション桜、の挑戦ができるという感じですね。で、今こちらはまあサブサバの方でやってるんですけど、まあ、本サバの方がね、もうクリアしちゃったので、ちょっと動画撮れてないので、まあ、サブサバでね、やっていこうかなと。で、期限の方が結構2週間ぐらいありますんで、まあ、そのうちにね、まあ、一度でもクリアすれば、まあ、こちらの報酬がもらえますよという感じですね。じゃあまあやっていきましょうか。で、まあ、こちらの車に乗ってるのが、ご自身のアイコンという感じで、まあ、タップしていけば、まあ、このように、進めれますんでね。これね、全部でね、5箇所ですかね。6箇所あるんか。2、4、6箇所ありますね。6箇所クリアしないといけないので、じゃ左回りで行きますかね。じゃこちらから、このね、この宝箱を取っていきたいんですよ。なのでこの番人っていうのを倒していかないといけないので、まあ、これをちょっと編成をうまく組み合わせて倒していくっていう感じですね。さあ一度クリアしてるんですが、もう覚えておりませんという感じで、じゃあまあ、やっていきますか。ガイル下げ。じゃあ、今回はこれでちょっと、チャレンジしていきましょうかね。さあ、行きましょう。で、これね、制限時間もあるんで、この制限時間内になんとかクリアしないといけないんですよね。まあ、クリア、まあ、今回クリアいけましたね。で、まあ、その、もしね、失敗してもちょっと、何度かやってもらったらクリアできると思いますと。で、まあ、クリアすると、この、障害が取り除かれて、この宝箱をゲットできるようになりますんで、で、まあ、このように、報酬をゲットすると。いう感じですね。で、じゃあ、この上、行きましょうか。じゃこちらですね。まあ、外ですかね。行きましょうかね。さあ、どうするかと、いうところなんですが、相手のメンツ見てなかったっすね。あ、乗ってるんか。あ、なるほど。ちょっと待ってくださいよ。まあまあ、いいでしょう。じゃあ、これでちょっと、行ってみましょうか。さあ、行きましょうと。で、まあ、この辺は結構その本サバの方でもサクッとクリアできたイメージがあったんですけど、どうですかね、いけますか。あ、いけました。よかったです。よかったですと。はい。で、まあ、クリアして宝箱ゲットと。
で、まあ一応時計回りなんで、この一番上のここっすかね。ここね、まあまあ行くんですけど、ここ結構本サバで手こずったイメージがあります。はい、ということで、ここね、なかなか本サバでも手こずったイメージがあるんですが、まあちょっとこのメンバーで挑んでみましょうか。このね、あの相手のアベルのシールドをなんとかうまく撃破していければクリアにつながるという感じなんですけど、あと制限時間ですね。制限時間内にいけるか。なんとかいけましたね。まあ良かったですと。まあここもね、ちょっと何度かやってもらったら、まあさっきみたいにクリアできるとは思いますと。で、まあ、宝箱をゲットすると。じゃ次、こちらですかね。こちら、行きましょうか。さあ、もうね、このあたりから、もう記憶がね、クリアはしてるんですけど、記憶があまりないんですよね。どのキャラでクリアしたか、あまり記憶がないと。ただですよ。ただ、これでいけるはずです。じゃあまあ今回はこれでちょっといきますか。さあ行きましょうと。ここはそんなに手こずったイメージなかったんですよね。もうなんかサクッとクリアしたコンサバの方でもイメージがあるんですけど。まあまあ、そうですよね。はい、クリアできましたと。さあ、で、宝箱をゲットして、で、最後、最後じゃない。まだ、この下ありましたね。下行きますか。これですね。さあ、じゃあ、ここをどうするかっていうところなんですが、どうだって、なんかここもなんだろうな、こんな感じでいけた気がするんですが、ちょっとはっきり覚えてないですね。まあこれでちょっとやってみましょうか。まあ行きましょうと。アベルを前衛に置いてる状態でなんとかゴリ押すと。あ、いけましたね。ナイスっすね。 OK。 さあこれで宝箱ゲットしていく。さあじゃあ最後、今度こそ最後ですね。真ん中ここですね。まあ、こちらを、さあまあこちらなんですけど、まあ、このメンバーで挑みましょうかね。なんとかいけましたね。で、
まあ、こちらの方もね、ちょっと何度かチャレンジしてもらったら、まあ、噛み合うタイミングで勝てると思いますと。いう感じで、まあ、宝箱をゲットすると。さあ、で、まあ、これで、最後に、こちらもゲットすると。いう感じですね。で、まあ、期間の方が、まあ、2週間ぐらいね、あるので、まあ、そのうちに、まあ、クリアを、一度ね、クリアすれば、このように報酬をすべてゲットできるということで、まあ、よかったらちょっと参考にしてみてくださいという感じで、まあ、本日はこのあたりにしておきます。よかったらチャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いします。それでは皆さんまた。